キンプリ、二人体制初のファンミーティング開催。長瀬角と橋山が未来への意気込みを語る。キンプリ、キングプリンスのアイドルユニットが東京割焼ア,アリーナで初めてのファンミーティングを開催しました。新たな二人体制となった長瀬角と橋山による、キングプリンスをと打ち合わせ。 と大したこのイベントでは、ファン3番人との距離が近く、ゲームやミニライブを通じて交流を深めました。流瀬角はめちゃめちゃ楽しかった。初めての経験が多くて、自分たちの成長を感じることができました。ファンの皆さんの歓声や表情は以前と変わらず、安心感を覚えました。と述べ、橋山も、 近い距離でファンの皆さんと接することができて、涙を流してくれる人もいれば、幸せそうに笑ってくれる人もいました。お互いが笑顔で幸せを共有できる空間になったことを嬉しく思います。と喜びを語りました。二人体制での活動をスタートさせたキンプリは、ツアーの開催時期が未定な状況でした。そのため、 ファンの皆さんに安心して楽しんでもらえる場所を提供したいと考え、このファンミーティングの企画が生まれました。長瀬角は、ファンの皆さんが抱えている緊張感や不安を解消できるようなコンテンツを考えました。また、二人だけの雰囲気も伝わるようなコーナーを多く設けました、と説明しました。 橋山も今回は金プリの5周年と重なるタイミングであり、スタートダッシュとして最適だと思います。と期待を寄せました。二人体制になって1ヶ月が経ちましたが、長瀬角は話し合う機会が増えました。プライベートでも仕事終わりに一緒にご飯を食べながら今後の活動について話し合っています。と変化を実感しています。 また、昼公演では、ラビン・ユー、夜公演では、コイ・ i n ズ・ a s y を披露しましたが、長瀬門は過去の曲を歌うことで、ファンの皆さんに5人時代を思い出してもらいたいと思っています。形は2人になりましたが、私たちの気持ちは変わっていません。5人のキングプリンスへの歴史を背負って、これからも頑張っていきます、と語りました。さらに、 二人体制でリリースしたシングル、何者は、発売初週に折り込んで50万枚を突破しました。長瀬角は、不安もありましたが、自信を持って作り上げた作品が多くの方々に届いたことに感謝しています。潮さんや神宮寺さん、岸さんのファンの方々も応援してくださっていますし、たくさんの人々に支えられていると感じます。と述べ、橋山も、 作り上げる過程での達成感を持ってリリースした作品がたくさんの人に喜ばれたことは本当に素晴らしい結果です。と喜びを分かち合いました。最後に二人体制の船出を見届けてくれたファンへの感謝の気持ちを伝えました。長瀬角はファンの皆さんが楽しそうに笑ってくれている姿が印象的でした。私たちがリーダーシップを取る必要はありましたが、 ファンの皆さんとの一体感を感じながらリラックスしてイベントを進行することができましたと感謝の意を述べました。橋山もこれからも金プリの歴史やこれまでの活動を大切にしながら新しいことに挑戦し一緒に盛り上がって楽しんでいきたいと思っています。一秒でも長くファンの皆さんと関わり幸せにしていきたいという思いで頑張っていきます。 と語りました。